ゴリラは最強。もう、ウコ投げるやつとは言わせない。ゴリラのパンチ力は最大5トン。バナナの木も楽々倒せる。これにはヤンキーも太刀打ちできねえ。ゴリラは鉄の棒を曲げ、狭い檻からの脱出できるほどの力を持っている。噛む力は約620キロとされ、ライオンの噛む力の約2倍2倍。特にマウンテンゴリラは霊長類の中でも最大級で、その力強さは最強クラス。通称ゴリラの中のゴリラとも呼ばれるマウンテンゴリラは、体長が約170メートル。体重は最大で約200キログラムにもなる。オスゴリラの中には、背中が銀色に輝くシルバーバックと呼ばれるやつがいて、オスが13歳を超えると現れるのが特徴ゴリ。見た目は圧倒的な迫力を感じさせ、埋まるこ投げてしまう時もあるけどさ。ゴリラはびっくらするほど繊細で、